東方村は、福岡県の中南部に位置する村で、朝倉郡に属している。2005年3月28日、小石原村と、宝州山村が合併して発足した、自治体である。平成の大合併で合併して発足した、市町村でも数少ない村生を引いた、自治体であり、合併後の新村の人口が、約3000人しかない、ミニ合併として、有名になった反面。 合併の有意義性を問う声も強い。2012年に日本で最も美しい村連合に加盟。福岡県の南東部に属し、大分県の日田市と隣接する。村域の大半が産地であり、わずかな部分が農業地帯である。旧築全国に属すが、旧部全国と文庫国との境界に位置する。また、筑後平野と日田盆地の中心点であり、分水界になっている。 福岡県の中では、筑豊地方の内陸性の気候に属するが、筑豊の大部分は盆地であるのに対し、旧小石原村一帯は山岳地帯であるため、一概に同じとは言えない。旧小石原村中心部の都市平均降水量は2200ミ、mm、リメートル前後、年平均気温は摂氏13度前後とタウでやや冷涼な気候である。夏の日中は気温が上がりやすく、 稀に、摂氏35度を超えることもある。また、産地のため雷雨に見舞われやすい。冬は、福岡県の中でも一番標高の高い旧、小石原村域を中心に、同じ九州北部の阿蘇などと同様の寒冷な気候となる。旧小石原村は、福岡県の中でも特に雪が多く、寒波の際には、平地で雪が積もっていない時でも必ずと言っていいほど、積雪しており、 多い時は一晩で30センチメートル前後積もることもあり、雪かきが必須である。また、村内の国道は、チェーン規制が出ている場合が多く、冬季の通行は注意が必要である。九州北部で記録的低温となった2011年1月には、旧小石原村では、積雪が50から70センチメートル前後に達した。村小2005年2月9日に、 全国からの公募によって決定し、二村を尊重するもので自然豊かなデザインの紋章を制定した。同年3月28日に正式に決定された。高倉秀信二期、イノウエ区一期文庁者方式としている。警察署は村内にはないが、浅倉市にある浅倉警察署が管轄している。以前にあった東方中学校は1986年に、 小石原村の小石原中学校と、宝珠山村の宝珠山中学校の統合により、宝珠山村に設置されたもので、開校当時は両村による中学校組合率であった。学校名と新村名が同じであったが、両村の合併とは直接の関係はない。九州北部豪雨により被災した東方村小石原鼓。 福井周辺九州北部豪雨により被災した東方村小石原鶴見、福井周辺小石原地域宝州山地域空港はなし。最寄り空港は福岡空港、大行寺駅大行寺駅が東方村の中心駅となる。村内の全区間が平成29年7月九州北部豪雨により甚大な被害を受けたため不通、バス代行輸送となっている。このほか。 上記のように、北彦山線の代替バスが運行されている。一本杉二号雇用跡。ありがとうございます。